新年の挨拶と春の七草の儀式の様子を描いた江戸時代の浮世絵版画。1772年頃に刊行された北尾重政の歳時昼夜十二ヶ月、六月、年齢、七草。上野図では1月の昼、お正月らしく羽子板と羽が置かれた隣で柱の傍らに立つ女性の視線の先では紙下で清掃した若い男性が門松に吊るされた芳名帳に名前を記し、従者がお年玉をいただいています。下の図はろうそくの明かりが見える1月6日の夜、男性が節句の儀式に用いるまな板などの道具を用意し、女性が指さす先に七草を叩くためのすりこぎが差し出されています。昼にも夜にも大事な行事が執り行われる1月の様子を表した作品です。